こんにちは、ビビットランキングです。海には恐ろしい生物が数多く存在しますが、おそらく一番最初に思い浮かぶ海の恐ろしい生物といえば、やはりサメではないでしょうか。サメは力強く、鋭い歯を持つ、海の王者とも言える存在。中でもホホジロザメなどは有名ですよね。サメは、様々な種類が存在しますが、深海のサメというのは、特に神秘的で興味深い生態をしています。今回は、そんな深海に住む恐ろしいサメを10種類ご紹介します。それではビビッと、行ってみましょう。1. 黒腹カラスザメ。黒腹カラスザメは、カラスザメ科に属する深海ザメの一種で、北東大西洋の深度70から2490メートルの海域に生息します。サメと聞くと巨体を想像しがちですが、黒腹カラスザメは全長が約45センチメートル程度と小さいのです。黒腹カラスザメは他のカラスザメ類と同様に多数の発光器を体の表面に持ち、カウンターイルミネーションを使い外敵から身を守ります。カウンターイルミネーションとは、自身の体にある発光器を発光させ、海面方向からの太陽光などに似た光を出すことによって背景に溶け込んで外敵に見つかりづらくなることです。黒腹カラスザメは成長とともにより深い場所に移動します。その過程で深海の高い重金属濃度に対処するために体の中のある部分が発達していきます。それは肝臓です。彼らの肝臓で作られた特殊なタンパク質によって海底に沈む水銀や亜鉛などの毒性物質を包み込み体外に出しているのです。 2. ヘラツノザメ。ヘラツノザメは千葉県以南の太平洋沖、東シナ海、オーストラリア、ニュージーランドなど幅広い地域に分布しています。彼らは水深約400から900メートルの深海底に生息しています。ヘラツノザメは日本の相模ザメという種に非常によく似ています。しかし相模ザメと違ってヘラツノザメは体色が明るい灰褐色で、鱗は比較的小さいです。ヘラツノザメの体の一番の特徴はヘラ状に平らで長い口先です。ヘラツノザメは成長すると全長160センチメートルほどになります。生殖方法は卵が母体内でカエル卵胎生で、全長30センチメートルほどの子を12匹も産みます。世界には4種類のヘラツノザメ属が存在しています。同じ深海に住むヘラツノザメ属はヘラツノザメと平らで長い口先がよく似ており、時に混同されてしまいます。しかしヘラツノザメは尻びれがなく、背びれにトゲがあることで区別できます。彼らは IUCN のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。 3. ラブカ。ラブカは映画シンゴジラに登場したゴジラ第一形態のデザインベースになったと言われているサメです。ラブカはそのサメらしからぬ細長い体型からウナギザメと呼ばれることもあります。ラブカは水深数百から1500メートルの深海に住み、体長は最大2メートルにまで成長します。非常に広い範囲に生息しており、日本周辺でも相模湾や駿河湾で稀に見られることがあります。しかし生きたままの観測が難しいため、研究がそれほど進んでいないレアなサメでもあります。ラブカは一般的なサメと異なる点が多くあります。例えば一般的なサメの顎は頭蓋骨と少し離れて緩くつながっており、獲物を捕らえるときは顎を前方に突き出して捕まえます。しかしラブカの顎は頭蓋骨としっかり結合しており、固定されてほとんど動きません。また多くのサメは5対のエラを持ちますが、ラブカは6対です。
この特徴は、すでに絶滅しているクラドセラケという古代ザメに酷似しています。このことからラブカは、生きた化石とも呼ばれています。4. アズマギンザメ。アズマギンザメは、水深300から1290メートルに生息する深海ザメです。全長は約 1.2 メートルで、テングギンザメ科に属するギンザメです。日本では、北海道や相模湾などで確認されていますが、他にもニュージーランドや南米ペルーなど、太平洋に広く分布しています。アズマギンザメは、同科のテングギンザメに比べて、顔つきが異なります。アズマギンザメは、顔の前方の糞が短く、丸みを帯びています。これに対してテングギンザメは、糞が前に長く突出し、先端が剣先のように尖っています。テングという名の通り、その糞はまさに、テングの花のようです。しかし、彼らの糞がこれほどまでに長く発達した理由を含め、詳しい生態はまだ明らかになっていません。ただ、その大きな糞には多数の感覚神経があり、小魚などの食べ物を見つけるために使用されることだけは、現時点で明らかになっています。5. ニシオンデンザメ。ニシオンデンザメは全長最大 7.3 メートルほどにもなり、体重は750キログラム以上にもなる巨大な深海ザメの一種です。水温 0.6 から12度の寒い海域を好んで生息し、主に大西洋北部から北極海の水深200から600メートルの地域に生息しています。また、海水が暖かくなる夏は、より冷たく深い海の底へ移動します。ニシオンデンザメはこの巨体を支えるため、あらゆるものを手当たり次第口にします。主な食事はニシンやサケ類など表層性の魚、カジカ類やタラ類など低生性の魚、さらにはアザラシや海鳥まで幅広い獲物を捕食しています。しかし、このニシオンデンザメは大きな体の割に、捕獲されてもほとんど暴れないおとなしいサメです。さらに驚くべきは、その遊泳速度です。複数のニシオンデンザメの移動速度を測ったところ、平均時速は 1.2 キロメートル、最大でも時速 2.6 キロメートル程度でした。これは人間の赤ちゃんのハイハイくらいの速度です。驚くほど遅いですね。また、研究者が複数のニシオンデンザメの個体に対し放射性炭素年代測定を行ったところ、最も高齢の個体は392±120歳ほどであることが明らかになりました。世界中の脊椎動物の中でも、これほど長生きする種は他にありません。ニシオンデンザメの生息していた歴史は古く、およそ5億年前から生きているのではないかと言われています。6. ダルマザメ。打ち上げられたクジラなどに、スプーンを使ってすくい取ったようにも見える、円錐型の傷穴が開いていることがたびたびあり、海洋学者の間でも、その後の原因はずっと謎のままでした。しかし、およそ37年前にようやくその犯人が分かったのです。それが、ダルマザメでした。ダルマザメは、世界中の温熱帯域の85から3500メートルの海域に生息しており、全長は約55センチメートルと、それほど大きなサメではありません。特徴的なのは、その短く丸い口先と、大きな目です。口は小さく、上顎にはトゲ状の歯がびっしりと並んでいます。下顎の歯は連結して、鋭いノコギリの歯のようになっています。ダルマザメは、獲物に突進すると、上顎の歯で噛みつき、吸い付くようにして下の歯を深く食い込ませます。そして、獲物の肉を丸く剥ぎ取るのです。市場に水揚げされたマグロやカジキなどの体にも丸い傷が多数ついていることがあります。これらはダルマザメによるものなのです。つけられた傷跡がクッキーの型のように見えるためか、英名ではクッキーカッターシャークとも呼ばれています。
7. ゾウギンザメ。ゾウギンザメはオーストラリア沖の水深250メートル付近の海に生息する、体長は約 1.2 メートルのゾウギンザメ科の一種です。名前の由来はその顔の先端にあるゾウの鼻のような糞です。この糞の先端には電気や化学物質を感知する機能があります。彼らは獲物が発する微弱な電流を感知して、この糞で海底の泥を掘り起こして探り当てます。そして見つけた魚類や甲殻類などの獲物をウサギの歯のように平たく尖った前歯と強い内顎で噛み砕いて食べるのです。古生代デボン紀に出現したギンザメ類のほとんどは中生代までに絶滅したと考えられています。そのため現存しているゾウギンザメは原始魚類の依存種として非常に貴重な存在です。2014年にはゾウギンザメの全ゲノムが解読され、現存する脊椎動物の中でゾウギンザメは最も原始的な生物だということが明らかになったのです。8. カグラザメ。カグラザメは最大5メートルにまで成長します。これは深海に住むサメ類としては最大級の大きさです。しかしその巨体を維持するだけの大量の食料を得るのは簡単なことではありません。カグラザメは日中は外敵の少ない深海でカレイやヒラメ、カニなど低生生物を食べて生活しています。そして夜になると優れた遊泳力を生かして表層まで垂直移動し、表層で泳ぐ魚類やイカなどを食べます。時にはオットセイなどの海獣類も犠牲になることがあります。さらに季節によっては沿岸に現れ、ビーチで遊んでいる人間も餌食になるのです。実際アメリカのカリフォルニアや南アフリカでは人的被害の記録もあります。カグラザメは獲物を効率よく捕食できるように、両顎には様々な形の歯が並んでいます。そのため硬いものや柔らかいもの、どんな獲物でも食らいつき噛み切ることができるのです。9. ミツクリザメ。ミツクリザメは19世紀に横浜で発見され、大変奇妙な姿形から進化親族新種のサメとして報告されました。この恐ろしい見た目から欧米ではゴブリンシャークの呼称で知られています。ミツクリザメは顔の前方に長く突き出した板状の大きな糞が特徴的です。この長い糞の下にある口は前方に大きく突出させることができます。口の中には細長く内側に曲がった歯が並んでいます。これによく似た歯の化石が発掘されていることから、ミツクリザメもラブカなどと同様生きている化石と呼ばれています。ミツクリザメは全長約1から3メートル程度に成長し、他のサメと同様に糞にロレンチーニ瓶という微弱電流を感じ取る器官を備えています。これを用いて海底の砂泥中に隠れている生物が発する微弱電流を感知し、居場所を特定して捕食するのです。ミツクリザメは餌の少ない深海で泳ぐ魚をより確実に捕らえるために、顎を高速に遠くまで投げ出す新たな手段を獲得したと考えられています。10. メガマウス。メガマウスは体長は5から6メートルで、名前の通り巨大な口を持つサメです。オタマジャクシのように頭部全体が大きく、尾に向かって体が細くなっていく奇妙な体型をしています。彼らが目撃されることは珍しく、その生態には未だに謎が多いとされています。最初にメガマウスが発見されたのは1976年で、ハワイ沖で体長 4.5 メートルの個体が回収されました。また2018年の時点での発見数は世界でも135例、日本ではたったの23例しかありません。メガマウスは巨大な口を持っているのにもかかわらず、主食はオキアミなどの動物プランクトンです。
そのためサメ特有の刃物のように鋭い歯は持っておらず、ヤスリ状の小さな歯が大きな口の中にびっしりと並んでいます。彼らは昼間は水深200メートル付近の薄暗い海で生活をしています。しかし夜になると食事のために水深10から20メートルまで上がってきます。この巨体を維持するには1日に数万から数百万匹のプランクトンを食べる必要があるのです。いかがでしたか？サメと聞くと、とにかく肉食で鋭い歯を持ち、恐ろしい姿をしたものばかり想像してしまいますが、今回ご紹介した深海のサメたちは、見た目も体の特徴も様々で、とても面白かったですね。皆さんは、どのサメが一番かっこいいと思いましたか？よければコメント欄で教えてください。この動画を最後まで見て、深海のサメに夢中になってしまったあなたは、もうビビットランキングのクルーです。今後も、地球上のビビッとくる情報をお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。